全日本 26km 2番53キログラム級松井美咲選手、明石ジュニア教室、次は北松選手です。先行です。重量増加28キロに設定してください。重量28キロ1番53キログラム級松井選手、はい、先行です。重量増加30キロに設定してください。重量30キロ1番53キログラム級松井選手、第3組。成功です。重量増加44キロに設定してください。松井選手の撮影者は80キロです。重量34キロ1番53キログラム級松井美咲選手、明石ジュニア教室第1試技、次は9番北松選手です。成功です。重量増加36キロに成功してください。重量36キロ1番53キログラム級松井選手、第1試技、連続試技です。成功です。重量増加38キロに成功してください。重量38キロ1番53キログラム級松井選手、第3試技、連続試技です。成功です。重量増加55キロに成功してください。松井選手の弱点から38キロ、トータル68キロ。表彰を行います。選手入場。表彰者は兵庫県全国協会の代表。まずはじめに中学生53キログラム級の表彰を行います。選手は相談してください。中学生53キログラム級第1位記録、松井美咲選手、明石ジュニア教室、記録68キロ。